NTT データの本庄と申します。 NTT データでセキュリティ組織の責任者をやっています。 NTT データはグローバルなシステムインテグレーターです。もともと NTT データは日本国内の会社でしたが、 M&A によっていろんな国の会社、それからいろんな業種の会社を買収して、今では世界53カ国13万3000人の社員がいる会社に成長しました。で、この M&A で大きくなった、グローバルになった会社の特有の課題としてはですね、セキュリティレベルがそれぞれの会社でバラバラであると。このバラバラであると一番弱いところでサイバー攻撃をされるリスクがあります。 NTT データでは買収した会社それぞれがネットワーク監視ですとか、それぞれのセキュリティの監視をやるための SIEM という製品を導入していました。ただそれもバラバラな製品を世界で使っていましたし、ほとんどが手動で運用していたということで、非常に効率が悪かったということが課題でした。 NTT データではグローバルにセキュリティレベルを揃えた上でさらに向上させるということを決めました。グローバルセキュリティガバナンスを向上させるためには、セキュリティ製品も改善する必要がありました。セキュリティ機能としては2つ主な要件がありました。1つは膨大なログを扱えること、もう1つはリアルタイムに検知ができること。この2つの機能を要件として探していました。エグザビームの魅力的なところは2つあります。1つはセキュリティ運用が自動化されていて非常に効率的である。2つ目はユーザーエンティティアナリクス、UEBA の機能を使ってユーザーごとにタイムラインで表示できるので、分析が非常に容易になっています。エグザビームを導入して非常に実感したことはですね、膨大なログをリアルタイムに本当に検知ができるということです。 NTT データは月900億件のログをグローバルに扱っていますので、それを本当にリアルタイムに扱えるということが実感としてあります。 NTT データは2018年にエグザビームを導入して3年間経ちますが、常に製品が改善されているところに非常に驚いています。具体的には我々が導入した3年前と今ではですね、扱えるユーズケースが2倍に増えているといったところもありますので、常に改善される姿勢には非常に驚いています。